いやでも僕今お話聞いてちょっと短い話なんですけどふと思い出した話があってでこれもそういう意味ではちょっとその仕事ならではの話なのかもしれないんですけど僕あの昔友達で女性の方であのキャビンアテンダントいわゆる CA さんをやられた方がいたんですよ。でその方があの友達でまあたまにこう何人かで一緒に飲みに行ったりはしてたんですけど。 その仕事シーエの仕事を始めてしばらくした時にまあちょっと会う機会があってで僕も当時から海難大好きだったんでなんかついついその方にねまあエムさんという女性だったんですけどに聞いたんですよちエムさんなんか怖い話とか不思議な話あるみたいなえとなんかありそうっすよねいろんなとこ行ってるからそうなんですよあったんですよあった上空で上空で わもう地獄僕あの飛行機めっちゃ苦手なんですよ。あそうなんですか。<laughs> 上空でかいなんか階段怪奇なことでき出、はい、たらもうほもうもう無理っす <laughs> えどんな話です逃げ場ないですもんね。どんな話それ。確かにえっとですね。ええ、その方がまあ国内線なんですけどね。うん、あの飛行機まあ C A さんなんで勤務をしてたんですよ。うんうん でちょっとルートーを忘れましたけど、まあ、羽田からまあ地方の方にこう飛ぶようなルートで、はいはい、ちょうど飛行機があとまあ離陸をして、はい、まあ大体こう安定してきてころにお客様にねこう飲み物を出すんですよ、うん、CA さん。うん、で、えー、と CA さんがその飲み物を出すなん,かなんていうんですかねこう厨房というかちょっとしたこうカウンターがあってそのお客さんに出す飲み物をこうこう準備するようなスペースがちょっとあるんですよ。えー、でそこ行って準備をしようかなと思って、うん、で向かったんですよねそのスペースに。うんで そこカーテンでこう仕切られていて、はい、でスッとカーテン開けて、うん、その厨房というか作業スペース見たら、はい、台の上に赤ちゃんが乗ってたんですって。<え>であれと思って、うん、普通に本当にもう何でしょうねどれぐらいの季節かな、まあ、ちっちゃいんですけど赤ちゃんがそのままポーンと置かれてたんですよそこに。<う>でその M さんは一瞬あこれお客様が、うん、お母さんがねトイレ行くときに。 もししかかたたら自分ののお子さんそそこにに置い考えくまあまあまあちょっとそれはねあれやけどまあそういうのもあるかもしれない。って思ったんですけどそこで M さん気づいたんです。これ皆さんもね観察してた分かるんですけど CA さんってお客さんが乗った離陸する直前にお客さん全員確認するんですよ。しますよね。それで皆さん乗ってるかもそうですし聞いたらこれも職業ならですけどお子さんがいたらやっぱりこう。 飛行機の中で泣いちゃう子もいるんですよ、はい、だから CA さんどこの席にお子さんが座ってるかを見てるらしいんですってああなるほど、はい、でもその日、うん、その年齢のお子さんが乗ってたことはないんですそれを事前に確認してますからあそっかこんな赤ちゃん乗ってるわけがないと思ってえっと思って見たらもう一度確認したら消えてたらしいんですよね <laughs> <laughs> で、はい、これもしかしたら見間違いかないやでもはっきりと見たはい っって思って思なんとなくもやもやしてなんか気持ち悪いというか不気味な感覚、うん、まあまあ結局まあ仕事を続けて、まあ、飛行機、まあ、また着陸して、うん、その日のフライトの仕事は終わったんですよ。はい、ただ仕事終わりで他の CA さんにもうついついやっぱね気にはなってたんで「うん、ちょっと私変なもの見ちゃったんだけど」うん、って聞いたらしいんです。そしたらその CA さんが「えあなた知らなかったの?」って言うんです、ねうん、何がって聞いたらこれももしかしたらその仕事になるですけど、うん、実は。 飛行機って手荷物預けるることああじゃないですすかありますねえ当然飛行機の下にこう格納庫があるんですけど、うん、あそこにやっぱりたまにですけど、うん、ご遺体を運ぶケースがあるらしいんですよ、ね、ああのありましたあ本当ですか葬儀屋さんで空輸してましたあ空輸するみたいですよね、はいはい、その日ちょうどそれぐらいの赤ちゃんのご遺体を空輸してたらしいんですお<ー> <laughs> だからそれが見えたのかなって話をて、ね、客室に行きたかっだですかね。<laughs> <laughs> いやだからまあちょっと今お話聞いててそれを思い出しましたねうわもうそれ怖いわ <laughs> これなんかなか、はい、なんか不思議な話ですけどなんか仕事中やったら怖ないんですけどねその葬儀関係とかもねもう全然何もしなくなってから聞いたらめっちゃ怖いわそれ、ね、<laughs> でも確かに言いますよねうん、うん